今日日記、滅びの歌。私は今、祈っています。主人の回復と、家族の幸せ。亡くなっていった人たちの冥福を、そして、呪縛からの解放を、毎日、手を合わせ、祈っています。何時間ぐらい思いにふけっていたでしょう。 ふと、我に帰るとかなりの時間が経っていました。いろいろ考えていました。いろいろあったんです。ありすぎて、今でも時々頭が混乱してしまいます。主人は病に倒れ、友人が自殺をし、生活が一変してしまいました。そして、その原因の一つを作ってしまったのが、自分自身かもしれないなんて。 今でも後悔しています。あんなことを言わなければ。そのことに気がついたのは、あの日記を読んだ後、すべてが起こってしまった後でした。日記は、友人から突然、私のもとに送られてきました。詳しい住所を教えてもいないのに、ある日突然。確かあれは、先々月、7月24日のことです。 私が仕事から帰ってくると、ポストの中に、宅配便の不在通知が入っていました。すぐにその宅配業者へ連絡し、荷物を持ってきてもらったのです。差出人は、村瀬明美。私の高校の時からの友人でした。荷物は、やや大きめの段ボールの中に、彼女の日記や、昔のスケジュール帳、あと、 一通の手紙。そして、見ず知らずの女性の日記が入っていました。そして、まず手紙を読もうとしたとき、私の携帯が鳴ったのです。出てみると、友人の優香でした。あ、エリコ知ってた。明美が自殺したみたいだよ。私、びっくりしちゃって。え、嘘ショックでした。 最近のあ明美の生活を知っていた私からすると、自殺をするなんて思いもしなかったからです。ちょっと、聞いてるエリコ仲良かったからさ、知ってると思ったんだけど、もしかして知らなかったうん。なんか、昇進自殺みたいだよ。一週間前だって。一週間前今、その明美から荷物が届いてるんだけど。荷物 荷物の差し出し日を見ると、10日前になっていました。どうやら、指定日配達で送ったようで、伝票には、7月24日指定と書いてあります。荷物の中に何が入ってたの日記、とかかな何それなんで日記なんて送ってきたの今開けたばかりだから、わからないよ。そっか。エリコはなんで明美が自殺したか。 心当たりとかあるいや、全然わからない。そう。何があったんだろうね。もしかして、日記に何か書いてあるんじゃない読んでみてよ。今はちょっと忙しいし、気持ちの整理がついてないから、今度にするよ。そう。じゃあ今度さ、日記の内容を教えてよ。いや、今度見に行くわ。えうん。 分かったよ昇進自殺昇進自殺というのは自殺の中でも特に苦しい部類に入るらしく普通自殺を考える人はこの方法は選ばないと言います明美は何を思い昇進自殺を選んだのでしょうか昇進自殺には意味がありメッセージが隠されているという人もいるみたいです最初 彼女が自殺する理由がさっぱりわかりませんでした。ですが、関係あるかどうかはわかりませんが、彼女は学生の時からある宗教に入信していたことを思い出しました。この宗教は普通とは違っていたのです。そう。この宗教は教人の集まり、教人が支配する宗教。 自殺の本当の理由はわかりません。その宗教のせいだったのか、それとも誰かに対する抗議だったのか、それともただの気の迷いだったのか、なぜ昇進自殺をする必要があったのか、今では何も知ることはできません。ただ一つ気になることがあります。それは彼女の日記です。日記には 彼女の人生が綴ってありました。毎日欠かさず書いていたようで、彼女の几帳面さがうかがい知ることができます。しかし、その内容は、彼女のイメージからかけ離れたものでした。私の知っている彼女ではなく、本当の彼女の姿が、日記に記されていたのです。信じられませんでした。いや、信じたくありませんでした。 彼女は、ある親子の死に、深く関わっていたことが書かれていたのです。その親子というのは、井上陽子と、その娘の井上夏美。井上陽子は、明美の旦那、村瀬信春の妹です。明美は、義理の妹と姪を、死に追いやったと、日記に記してありました。そして、 その親子の死の直前から、彼女の日記には、不思議な詩のようなものが書かれていたのです。その詩は、まるで呪いのように書かれていて、恨みや憎しみが込められた叫びのようでした。筆跡も、けみのものとは違っていて、日記の中でも、明美は、自分が書いたものではないと記しています。村瀬明美の日記。 何を信じればいい何を恨めばいい声が届かない闇が広がり、また心を潰していく。一緒に過ごした日々を覚えておいてほしい。時間が戻るなら、心をえぐりとってあげる。これは、叫びの歌。あなたに聞こえるかしら。涙をたどって見つけてほしい。私たちの絶望を。 心がひどく空っぽで、錆びた体を動かすことは、もうできない。時を見失い、私たちは消えていく。すべてが曖昧な現実に叩きのめされ、失望し、盲目の朝を迎える。これは、滅びの歌。あなたたちに聞こえるかしら。最も暗い夢が始まるとき、私たちは、 ここで待っている。涙をたどって見つけてほしい。これは、叫びの歌。逃げることはもうできないから、偽りの優しさが、私に執着な憎悪と悲しみを生んだ。だから、ずっと待っている。夢から覚めるまで。だから、ずっと待っている。思いが枯れるまで。 平成23年10月15日土曜日。これは何知らないうちに日記が書かれている。旦那のいたずらかなしかも、こんな悪趣味なしみたいなもの。勝手に日記に書くなんて。勝手に日記を見るなんて。平成23年10月16日日曜日。信春に聞いても、 死のことはわからないと言われた。じゃあ、誰が書いたのか。まさか、知らないうちに自分で書いている。そんなわけはないと思う。外は、今日も激しい雨が降っています。ここ2、3日、ずっと雨なんです。天気予報では、1週間ぐらい雨が続くと言っていました。確か、あの日もこんな雨の日だったような気がします。 それは、明美を書いてしまった日。すべての始まり。今でもよく覚えています。明美と私は、高校からの友人です。彼女は転校生でした。二年生の二学期に、市内でも有名な進学校から、私の通っていた、平凡な私立の高校に移ってきたのです。なんでわざわざ進学校から移ってきたのか、 はっきりしたことは教えてもらえませんでしたが、前の学校でいろいろあり、仕方なく転校してきたと、当時は言っていました。明美は、どちらかというと暗い性格で、最初はなかなかクラスに馴染めなかったように見えました。ですが、周りから話しかけたりして、徐々に友達も増えていったように思います。そして、何がきっかけが忘れましたが、 いつの間にか私と明美は仲の良い友達同士になっていたのです。学校帰りによくファーストフード店やファミレスなどに行き、恋愛話や好きな音楽の話、趣味やくだらない話などよく飽きなかったと思うくらい一緒にいて話をしていたように思います。そしていつ頃だったか忘れましたが、彼女はよく 家庭内の話をするようになっていきました。彼女は一人っ子です。両親はいたのですが、父親は定職についていないらしく、母親は看護師をしていて、ほとんどその母親の収入だけで生活をしていたようです。そして、その父親から、明美は頻繁に暴力を振るわれていたようでした。体にはよくあざがあり、そのあざどうしたのと聞くと、 はじめの頃は、転んだとか、ぶつけたと言って隠していましたが、そのうちあざも増えていき、ひどい時には、包帯をぐるぐる巻きにして、学校に来るようにまでなっていったのです。さすがに心配になって先生たちも、あざや怪我のことを聞いてみたのですが、彼女ははっきりとした理由を言わなかったようでした。その頃からよく彼女は、普通の家庭に生まれたかった。 早く家から出たい、とか、エリコはいいよね、優しそうなお父さんとお母さんで、と、人の家庭を羨むようなことを言うようになっていきました。そしてあの日、これがすべての始まりの日だと、私は思っています。その日は、朝から雨が降っていました。学校を終えると、暇だった私たちは、 放課後いつも行くファミレスに向かうことにしたのです。放課後二人で傘を差し、単いない会話をしながらファミレスに向かいました。学校を出て200メートルくらい歩いた時でしょうか。突然中年の女性に声をかけられたのです。何だろうと思っていると、その女性は一冊の本を渡してきました。見てみると、本には 幸福への道と書いていて、すぐに宗教の勧誘だということが分かりました。私は、適当にあしらってファミレスに向かおうとしたのですが、明美がその女性に捕まってしまい、立ち止まって話を聞いているのです。私は、すぐに明美の腕を取り、行くよと言って、無理やり女性から引き離し、そのまま走り出しました。ちょっとエリコ、痛いよ、話して。 あんなのに引っかかったらダメ。分かったから、もう話してよ。私は、明美の腕を掴んだまま、かなりの距離を走っていました。ごめん、痛かった大丈夫だけど、ちょっとびっくりした。ごめんね。そしてファミレスに着くと、いつものように適当に注文して、たあいない会話を楽しんでいました。すると突然、 明美が変なことを言ってきたのです。ねえ、エリコ、さっきのおばさんなんだけどさ。おばさんこれのおばさん。と言って、カバンからさっき渡された本を出してきました。ああ、宗教の勧誘。うん。あの人さ、ちょっと普通じゃなかったし、妙なこと言ってきたんだよね。なにうちの宗教に入信すれば、 絶対幸せになれるとか違う。さっきのおばさん、私を見て、すごいびっくりした顔をしながら、恐ろしいこと言ってきた。恐ろしいことうん。私の顔見てね。あなた、すごい力持ってるわねって。何それ。変な勧誘の仕方。でも、それのどこが恐ろしいのうん。 それが真顔でね、それだけすごい力があれば、人を殺すこともできるって言ってきたの。私はそれを聞いた瞬間、一瞬固まってしまいました。不思議な力で、人を幸福にするという宗教は、たくさん聞いたことがありますが、人を殺すことができると言った宗教は、初めてだったからです。しかも、それを聞いて興味を持ったのか、明美は、 その本を読み始めていました。本を見ると、表紙には、代表者らしき人が載っていて、水名元教、人道交渉、と書いてありました。多分、人道交渉というのは、本名ではないのでしょう。いかにも宗教家らしい名前で、思わず失笑してしまいましたが、明美はそんなのお構いなしに、 どんどん読み進めていました。ねえ、明美やばいって、そんな本読んでたら、頭おかしくなっちゃうよ。エリコ、本一冊作るのに、どれくらいのお金が必要か知ってるわからないけど、なんで私もね、詳しくはわからないんだけどさ、本一冊作るのに、結構なお金が必要らしいよ。そうなんだ。 でもその本無料でもらえたね。だからさ、多分この宗教は本物なんじゃないかな。お金かけてまで、この宗教の素晴らしさを知ってもらいたいんだよ。そうなのかな。なんかちょっと違うような気がするけど。彼女は注文したものがテーブルに運ばれてきても、それに手をつけず、ひたすら本を読んでいました。ねえ、そんなに宗教に興味を持ったんなら、 私も入ってるところに入りなよ。え、エリコなんか宗教入ってたのうん。私は、ある宗教に入っていました。生まれた時から。両親が熱心に信仰していて、物心ついた時から、両親と一緒に仏壇に向かい、手を合わせていたように思います。どうやっぱり幸せになれるの 幸せかどうかはわからないけど、大きな問題とか起きてないし、平平ボンボンとはやっているよ。そうなんだ。平平ボンボンとね。いいな。うちとは違って、エリコの両親、優しそうだもんね。そうかな。普通だと思うけど。普通ってさ、結構難しいんだよ。うちなんて。 彼女はそう言いかけると、黙って下を向いてしまいました。なんか、ごめん。彼女の家庭内は、どうなっているのか詳しくわかりませんでしたが、よくあざなどを作って学校に来ていたので、言われなくても、大体のことは想像できました。幸せになれるなら、私もやってみようかな。幸せになれるかどうかはわからないけど、 毎日手を合わせて一生懸命新人すれば心にゆとりができてくると思うし道が開けてくるような気がするよ。この時は軽い気持ちでした。まさかこの言葉が彼女の人生を狂わせていくなんて思いもしなかったのです。心にゆとりができて道が開けるか。よし決めた。やってみる。 本当じゃあ今日帰ったら、どうすれば入信できるか、お母さんに聞いてみるよ。え違う違う。入信するのはこっち。水命元凶の方だよ。はマジで言ってんの人を殺すことができるとか言ってる、怪しいところだよ。うん。だから信用できるの。どういうこと私は、彼女の言っている意味が、 全く理解できませんでした。人を殺すことができると言っている宗教に、どんな魅力を感じたのか。ですが、これにはちゃんと、彼女なりの理由があったのです。私さ、転校してきたじゃん。うん。前の学校で、いじめにあってたんだ。そうなんだ。だから転校してきたの違う。 いじめが原因じゃないよ。彼女は、読んでいた本をテーブルに置くと、注文したジュースに口をつけ、喉を潤し、真剣な顔で、信じられない話をしてきたのです。原因は多分、私が人を殺したから。え、何それずっと陰湿ないじめに耐えてきたの。本当に辛かった。 初めて人を殺してやりたいって思うほどに。それでまさか人を殺しちゃったのわからない。でも。彼女は目に涙をうっすら浮かべ、プルプルと体を震わせていました。その状況から冗談ではなく本当のことを言っているのがわかりました。エリコも知ってると思うけど、前の学校は 市内でもトップクラスの進学校だったの。みんな頭が良かったし、一生懸命勉強もしてた。でも、中には思い通りの成績を出せない人もたくさんいた。そして、親からの期待もあったんだろうね。成績が伸びないと、どんどんストレスだけが溜まっていった。他にも理由があったのかもしれないけど、いつの間にか、ストレスの吐け口として、 いじめが行われるようになっていった。いつも、やるのは決まった奴ら。クラスの中でも、あまり成績の良くない連中だったわ。いじめって、どこの学校にもあるんだね。逆に、いじめのないところってあるのいじめはダメだって言ってる大人たちだって、職場や仲間同士で、いじめ合ってるじゃない。そんな奴らの言葉や姿を、 子供たちはどう見てると思ういじめは本当にいけないものだと思ういじめはなくなると思う確かにね。そして、いつの間にかいじめの矛先は、私になっていた。理由はわからない。もしかしたら、理由なんてなかったのかもしれない。でも、私には地獄だった。本当に地獄だった。そうだったんだ。 そして、私はいじめをしてくる奴らに対して、強い殺意を持つようになっていったの。でも、行動には映してない。ただ強く思うだけ。死ねばいいのにって。いつの間にか泣きやみ、無表情で淡々と語る彼女の姿に、私は寒気を感じていました。普段とは違った彼女が、そこにいたからです。 そして、事件は起こった。事件最初は、いじめのリーダー格の夏希だった。私が死ねばいいのにと、一番強く思ったやつ。彼女は、突然失踪したの。行方不明になったってことそう。そして一週間後に、西内海岸で水死体で発見された。死因は溺死。 自宅から30キロ以上離れた場所で発見されたのよ。事故かもしれないじゃん。私も最初はそう思った。でも、私にいじめをしていった奴らが次々に死んだり、行方不明になっていったの。死ねばいいのにって強く思った奴から。偶然でしょその時、私は思い出したのです。 確か、彼女が転校してくる前、彼女の学校の生徒が、次々に三人、事故死したニュースを、テレビで見たことがあったのです。知らないうちに、体から変な汗が噴き出していました。暑かったわけじゃありません。逆に、嫌な寒気があり、目の前にいる彼女に対して、少しずつ、恐怖を感じていったのです。 次はユミコだった。彼女も、いじめグループのリーダー的存在。そして、夏希とは仲のいい友人だったみたい。夏希が失踪してからも、私へのいじめは終わらなかった。それどころか、逆に真由美を中心にして、いじめはエスカレートしていったの。そして、夏希の遺体が発見された日に、ユミコは失踪した。だから、 偶然だって。彼女に言ったつもりでした。ですが、今思えば、自分に言い聞かせていただけだったのかもしれません。そして、魔王かず、残りのいじめグループも、佐山明、田村う太、最後に、担任の篠崎が失踪した。先生まで一度いじめについて、 篠崎に相談しに行ったことがあったの。でも、あいつは何もしてくれなかった。いじめにあってる私を見ても、無視したり、ひどい時には、由美子たちと一緒に私をからかったりしてきた。その時には、みんな一緒に見えたの。みんな死ねばいいのにって、思うようになってた。でも確か、ニュースでは事故死は三人だって。 だから言ったじゃない。死んだり、行方不明になっていったって。ユミコと担任の篠崎は、行方不明のまま。でもそれだけじゃ、あけみは関係あるかどうかわからないじゃない。そうだね。でも、私がやったの。五人とも。なんで、なんでそうだと言い切れるの私なの。 私がやったの。だから前の学校にいられなくなって、転校してきたの。その時、あけみはそれ以上何も言いませんでした。ですが、自分が原因だと思っていたみたいです。なぜそう思ったのかは、彼女から送られてきた、学生の時のスケジュール帳に記してありました。長谷川あけみのスケジュール帳。 1997年6月4日。篠崎に相談。相手にしてくれなかった。担任なんてこんなもん。1997年6月10日。篠崎に無視された。死ね。先生やめろ。1997年6月17日。夏希失踪。そのまま死んで。 1997年6月24日。夏木の遺体発見。西内海岸で発見。ザマ由美子失踪。そのまま消えて。1997年6月25日。さやま、田村失踪。死ね、消えろ。みんな死ね。1997年6月26日。 考えたらラッキー。誰も私をいじめる奴はいない。篠崎は私を疑ってきた。死ね。私じゃない。1997年6月27日。意味わかんない。私は知らない。一緒にいない。わからない。1997年6月28日。篠崎失踪。死ね。 田村の遺体発見。真の森公園で発見。ざま。田村が持ってたノートに、私の名前。犯人扱い。意味わかんない。1997年6月30日。警察が来た。私じゃない。でもなんか変。1997年7月1日。佐山が事故死。 車に突っ込む。発狂していたらしい。長谷川ごめんと連呼していたと、目撃者の証言。私は何もやってない。でもなぜか、うっすら記憶がある。1997年7月3日。警察が来た。私じゃない。いい加減にして。あいつら死んで当然。 1997年7月4日。学校では変人扱い。いじめがなくなっても、私の居場所はない。1997年7月7日。お父さんまで私を変人扱い。終わってる。人生終わってる。学校も行きたくない。これなら、いじめられてた方がまし。 1997年7月8日父、口を聞いてくれない母、冷たくなった学校、みんな無視する私、死にたい1997年7月9日やってないのに記憶がある私が犯人でも違う私じゃない私じゃないってば これが彼女の転校してきた理由みたいでした。本当に何があったのでしょうか。はっきりしたことはわかりませんでしたが、このことが睡眠現語に興味を持った原因になったようです。そして家族とうまくいかなくなったのも、これが原因の一つのようでした。彼女はあのファミレスの会話の数日後、 本に書いてあった連絡先に電話をして、水明元教に入信したようです。それから私たちは、あまり遊ばなくなっていきました。仲が悪くなったわけじゃありません。明美が放課後、頻繁に、水明元教の会合などに出席するようになったからです。でも彼女は、それから少しずつ明るくなっていったように思います。 生きる希望が出てきたよ。と、よく言っていたのを覚えています。ですが、明美が入信して、一ヶ月くらい経った頃でしょうか。彼女の父、長谷川雄二が失踪したのです。このことについては、彼女はあまり話したがりませんでした。しかし、特別心配している様子もなく、むしろいなくなって生成しているようにさえ見えました。 そして、この頃から、彼女の雰囲気も変わっていったように思います。まず、生活が派手になっていきました。どこで手に入れたのかはわかりませんが、常に財布の中には数万円の現金が入っていて、顔には濃い化粧をし、登下校はいつも誰かに送り迎えをしてもらっているようでした。彼女は、 すっかりクラスの中でも浮いた存在になっていったのです。私も学校内では彼女と普通に会話をしたりしていましたが、放課後は何をやっているのか全くわかりませんでした。学校が終わるとすぐに一人で帰ってしまうからです。そんな彼女でしたが、学校だけは真面目に出席して勉強をしていました。彼女には 夢があったからです。それは、彼女の母、長谷川良子のような、立派な介護士になること。働かない父親と違って、真面目に働き、家族を養ってきた母に、憧れを持っていたようです。本当は医者になりたいと言っていましたが、転校してきた時点で、諦めたと言っていました。そして、 その頃のことも、彼女はスケジュール帳に記しています。長谷川明美のスケジュール帳。1997年10月14日。水明元卿の本をもらった。これで私も普通になれる。エリコも言ってた。祈れば願いは叶う。1997年10月16日。 水名元教に入信。1997年10月20日。人道交渉先生に会う。1997年10月22日。私にすごい力がある。人を殺せるほどの力。まさか。1997年10月24日。先生は優しい。 この人がお父さんならいいのに。1997年10月26日。先生とデート。楽しかった。先生は私に楽しい時間をくれる。私は特別な存在なんだと言ってた。1997年10月29日。元強は楽しい。私は力があるから特別。 先生のそばにいる時間が一番楽しい。1997年11月3日。ぶたれた。思いっきり。死ねばいいのに。先生とは大違い。クソ親父。1997年11月7日。家に帰りたくない。本当に死ねばいいのに。 1997年11月8日。親父が狂って苦しんでいた。私の力は本物。強く念じれば人は狂う。先生の言った通りだった。1997年11月9日。親父が帰ってこない。なんであんなクソ親父を探しに行かなきゃならないのお母さんも変だよ。 1997年11月11日創作願いを出した。無駄。見つけても私が殺すから。1997年11月12日先生の右腕になった気分。欲しいものがあれば何でも買ってくれる。お金があれば何でも手に入る。本当に 明け身には不思議な力などあったのでしょうか私にはわかりませんが、進学校での出来事、水明現郷での立場、そして私の言葉、まるでパズルのように組み合わさり、彼女の人生を狂わせてしまった。そう思えてなりません。それから彼女は、無事高校を卒業して、介護学校の方に進学していきました。 私は高校を卒業すると、バス会社の添乗員として就職。仕事などが忙しく、なかなか遊び不満もなかったため、明美とは疎遠になっていきました。それでも、電話でお互いに心境報告などはしていたのですが、あまり会うことはありませんでした。でも、去年の同窓会で、久しぶりに会うことができました。 高校の同窓会は初めてで、卒業してから、もう10年以上は経っています。みんなに会うのは本当に久しぶりで、同窓会の連絡を受けたときは、妙にテンションが上がりました。同窓会の日は、あいにく仕事。仕事を終わらせて、急いで会場に向かったのですが、着いたときには、開始予定時刻を30分以上も過ぎていて、 みんなもう飲んだり食べたりして、盛り上がっていました。エリコ会場に入るなり、誰かが声をかけてきました。見ると、すっかり綺麗になってしまった明美が、そこにはいたのです。お互い、電話では連絡を取り合っていましたが、会うのは久しぶり。こんなにも彼女が変わっているとは、思いませんでした。 同じ年とは思えないくらい若く見え、同じ女性から見ても羨むほど、綺麗になっていました。会場では、すごい目立っていたと思います。明美、すごい変わったね。そうかなえりこは変わらないね。それどういう意味 <laughs> 本当に久しぶり。そこで、お互いゆっくり話をしました。 お酒が入り、電話では話せなかったことも、いろいろ話しました。意外でした。明美が結婚したことは電話で知っていましたが、相手は、17歳年上のサラリーマン。しかも、自分より8歳年下の連れ子がいるなんて。そんなに歳が離れていても、うまくいくのかな、と思いましたが、彼女は、円満よと言ってニヤニヤ笑い。 幸せそうに見えたのです。相変わらず宗教の方も続けているようで、介護士の仕事もあるし、毎日忙しいと語っていました。ただ、宗教の名前は変わったと。なぜ変わったのかまでは聞きませんでした。別にその時は興味がなかったし、そんな細かいことは気にせず、楽しい時間を過ごしたかったからです。 本当に楽しい時間でした。お互い何もかも忘れてただ騒いでいました。明美もこんなに笑ったのは久しぶりと言って楽しんでいたと思います。ですが、本当は彼女には人に話せない闇の部分がたくさんあったのです。彼女の人生に一体何があったのでしょうかわかりませんが、 時間を戻したい。学生の時まで、いえ、せめて同窓会まででもいい。そうすれば彼女を救えた。気持ちを変えられた。彼女を変えられた。私の人生も変えられた。そう思います。外を見ると、秋の雨が降りしきり、冷たい風はガタガタと窓を揺らしています。まるで、 亡くなった人たちの悲しみや怒りを表すように。彼女は何を思い死んでいったのでしょう。見た目には華やかで幸せそうに映っていた姿。でも、決して彼女の人生は幸せではなかったようです。そのことは送られてきた日記にも綴られていました。村瀬明美の日記。 平成22年6月6日日曜日。私は村瀬信春と結婚した。元凶のため、先生のため、私の幸せをつかむため。平成22年6月14日月曜日。まずは一歩。被害者の会の連中は私の顔を知らなかった。私は 元凶の隠し玉、先生の切り札。元凶は、私のすべて。信春、あなたたちには潰させない。あなたが私の幸せを奪おうとするなら、私がその前に、あなたの幸せを奪ってあげる。平成22年6月23日水曜日。さすが、先生の力が入った薬。 私の誓いだよりも簡単だし、引き目も抜群。これなら、予想より早く潰せるかなと思ったけど、甘くなかった。代表の信春を思い通りにすれば、被害者の会を解散させられると思ったけど、そうもいかないみたい。もう少し内側からゆっくり潰していかないとダメね。元凶の隠し玉が、まさか、 水明元凶被害者の会代表の妻だとは、誰も思わないでしょうね。スパイみたいで楽しいけど、あまり時間をかけられない。早く解散させてやる。信明が家から出て行った。ある意味好都合。息子も何とかしなきゃと思ってたけど、この家からいなくなってくれるなら助かったわ。仕事がやりやすくなった。 どうやら明美は、信春さんを愛してはいなかったみたいです。それどころか、水明元教被害者の会を潰すために、結婚したなんて。この宗教はどこかおかしい。先生と呼ばれる人がおかしいかはわからないけど、普通ではないと思います。明美もすっかり宗教にはまって、駒になっているようで、彼女の不思議な力も、 いいように使われているようでした。これが彼女の裏の顔。この頃の明美は何を幸せだと感じていたのでしょうか。日記を読み進めると次々に恐ろしいことが書かれていました。村瀬明美の日記、平成22年7月2日金曜日。信春と 中心人物になっている人間を数名潰せば、自然と解散しそう。しかし、私たちのことを強信者という割には、あなたたちのやっていることも、第三者から見たら、十分狂気じみてるじゃない。あなたたちも同じ、同類よ。平成22年7月19日、月曜日。今日は信春の妹、 井上陽子の家に行ってきた。義理の妹が11歳年上って、なんか変な感じ。向こうも気を使っているのがすごくわかる。でもかわいそうだわ。旦那が交通事故で他界し、娘が難病なんて、大変なんでしょうね。平成22年7月29日木曜日。久しぶりに元凶に顔を出した。 仕事と元凶と被害者の会、全部こなすのは大変。でも幸せのため、元凶の理想のため、頑張らなくては。先生は、陽子を入信させるつもりらし、い。陽子を入信させてどうするつもり被害者の会代表の妹なのに、入信するわけない。何が目的なんだろう金だろうかそれとも、 信春を精神的に追い詰めるため。平成22年8月15日日曜日。川島さんとと園さんが狂って入院した。信春もだいぶ薬でおかしくなってきている。私の言うことは何でも聞く奴隷のよう。人ってこんなにも変わってしまうので、ね、笑える。被害者の会も あと少しね。平成22年9月14日火曜日。陽子のところに行ってきた。年上の妹、何回あっても変な気分。私のことをあーちゃんと呼んで慕ってくれるのは嬉しいけど、好きで信春と結婚したわけじゃないから、複雑な気持ち。平成22年9月22日水曜日。 洋子もなつみも、とってもいい人。なつみは難病でかわいそう。でも、それが運命ってやつだと思う。誰も運命から逃れることはできないのよ。元凶のため、あなたたちにはさらに辛い人生を送ってもらうわ。運命と思って諦めて。これも、先生と私のため。明美は、何を思い、 何を考え、水明元凶に身を置いていたのでしょうか。彼女は、先生と呼ばれる人に薬をもらい、それを使ったり、彼女の不思議な力で、信春さんや被害者の会の人たちを洗脳し、狂わせていっているようでした。一体、先生から渡される薬というものは、どのようなものだったのでしょうか。しかも、 義理の妹の洋子さんや、メにあたる夏美さんまで、元凶のために洗脳するつもりだったみたいです。日記には、難病に苦しむ親子を、あの手この手で騙し、お金を巻き上げる様子が記されていました。そして、明美から送られてきた荷物の中には、洋子さんの日記も入っていたのです。その内容は凄まじいもので、 苦境の人生が綴られていました。日記は、洋子さんの夫、正嗣さんの死から書いてあるようで、娘さんの難病のこと、あーちゃんなる人物、これは明美でしょう。その明美に騙されて、怪しい健康器具の体験会場で連れて行かされ、高額のものを買わされたり、睡眠現況に難病が治ると言って入信させられ、 妙なものを売りつけられたり、挙句の果てには、薬物を使い、まともな思考を奪い、餓死に追い込まれたということが、克明に記されてあったのです。そして、陽子さんの日記に、一つ不思議なものが記されていました。それは詩です。詩は、時々書いていたようで、彼女の心理状態などを表していたのでしょう。 一見棚の詩なのですが、最後に記してあった詩に見覚えがありました。それは、明美の日記にも書いてあったのです。詩は、二人の日記の同じ日付に記されていました。平成23年10月15日土曜日です。洋子さんが最後に書いた日記の1日前に書かれたものでした。 たぶん彼女は自分の死を予感して書き残した詩なのでしょう。ようこさんの恨みや苦しみを表しているようでした。この詩が明美の日記にも。しかも同じ日付に書かれているのです。明美は自分では死など書いていないと自分の日記に書いています。よく見ると、 二つの詩は筆跡もよく似ていて、まるで洋子さんが直接、秋見の日記に詩を書いた、そんな感じに見えるのです。しかし、それはどう考えても無理だということがわかりました。その頃の洋子さんは、合死する直前の状態で、家から出るどころか、自分で身の回りのことをまともにできない状態だったみたいだからです。じゃあどうやって、 明美の日記に陽子さんの書いた詩を記したか、考えてもわかりませんでした。まるで陽子さんの恨みの強い念が明美の日記に呪いのように書き記した。そんな風にしか思えてなりません。しかし、陽子さんの行動にも一つ疑問がありました。それは、なぜ水明元凶に入信したかということです。 娘が難病に侵され、藁にもすがる気持ちだったというのはわかります。ですが、実の兄が被害者の会代表をしている宗教に入るでしょうか。明美の日記には、陽子親子を水明元教に入信させたと記してありました。この親子が水明元教に入信したのは間違いないようです。しかし、陽子さんの日記には、 水名元教の文字は一文字も記されてはいませんでした。代わりに記されていたのは神話公共会という文字です。確か明美は同窓会の時にこう言っていました。宗教の名前が変わったと。もしかしたら洋子さんは神話公共会を元水名元教だと聞かずに入信したのではないでしょうか。 なぜ宗教の名前を変えたのか。その頃のことも、明美の日記に記されていました。村瀬明美の日記。平成22年9月30日木曜日。今日は記念日です。ついに、水命元凶被害者の会を解散させました。主要メンバーほとんどが狂ってしまったからね。 南ぼ先生の力が入っているとはいえ、薬の効果ってすごいね。自分で使ってと恐ろしくなる。これで信春との結婚生活も終わりかな。でも、もう少し楽しむのもいいかも。洋子のこともあるしね。平成22年10月11日月曜日。先生が、元凶の名前を変えたいと言ってきた。 やはり、被害者の会が解散したとはいえ、悪いイメージが残っているからだろう。どんな名前になるんだろう。私は、水名元凶って名前が、馴染みがあって好きなんだけどな。平成22年10月17日、日曜日。新しい名前が決まった。名前は、神話公共会。やっぱり私は、 水明元教の方が好きだな。先生は、これで活動しやすくなると言っていたけど。平成22年11月18日、木曜日。洋子たちの面倒を見るのが、だるくなってきた。なんぼ元教や先生や私のためと言っても、さすがに疲れてくる。平成22年12月22日、水曜日。 いい加減にしてほしい。何でもかんでも私に頼ってくる。たまには自分たちで何とかしようと思わないの。この親子は。私だって忙しいし、私はあなたたちの介護士じゃないのよ。早く元凶に入信させて、ケツの毛までむしり取ればいいのに。先生は、もう少しまともな判断ができなくなってからと言っているけど、もうよ子は、 娘のためならいくらでもお金を出すわよ。難病というものは本当に大変なんです。私の夫も数年前に難病と診断されました。それでも何年かは頑張って働いていましたが、去年あたりからいろいろな症状が出てきて入退院を繰り返すようになってしまい、今ではほとんど寝たきりになってしまいました。 夫を見ていると、本当に辛くなってきます。今の日本の医療では、治せないのです。ただ毎日、症状を抑える薬を飲み、苦痛に耐えるだけ。そんな夫を見ていると、たまに涙が出てきます。なにもすがりたい親子の気持ち、私には痛いほどわかります。 それを利用しようとする水明元教や明美を許せません。しかし、昔はこんな人ではなかったはず。明美は人の痛みがわかる人でした。なぜこんなにも変わってしまったのでしょう。水明元教で何があったのでしょう。この頃の日記を見ると、明美も水明元教はただのカルト宗教。 信者からあの手この手で、金を巻き上げるだけの集団で、一生懸命信人しても、何のご利益もないということは、分かっていたはずです。でも、彼女は辞めなかった。水命元凶での立場、お金の力、それが明美を狂わせていったのではないでしょうか。この頃の明美は、狂人にしか思えません。 そしてその、人とは思えない行動も、彼女は日記に細かく記してありました。村瀬明美の日記、平成23年2月9日水曜日。ようやく陽子たちを元凶に入信させた。陽子は完全に先生の言うことを信じきっているみたい。あごね。 これからもっと辛い人生が待っていることだとも知らずに、恨むなら自分の馬鹿さ加減を恨みなさい。騙される方が悪いのよ。平成23年3月15日火曜日。陽子たちは熱心に信仰している。娘のためならいくらでもお金を出すし、神話公共会が元水明元凶だとは気づいていないみたい。 娘の体のことでいっぱいいっぱいで、そんなの気にならないって感じね。でも、こんなに大事にされる夏美は、ある意味幸せなのかもね。平成23年4月20日水曜日。先生が陽子にあの薬を売っていた。ついに仕留める気で、ね。あの薬を使ったら、なかなか元には戻れない。 正確には、あの薬の快感を忘れられなくなる。先生の力は偉大なのよ。平成23年4月27日。先生の洗脳が始まった。外出禁止命令。これでよう子親子も終わり。あとは、様子を見に行くふりをして、少しずつ追い込むだけ。平成23年。 6月10日、金曜日。だいぶ弱ってきてるみたい。ほとんど親子は寝たきりの状態。家の合鍵を預かった。そろそろお金をいただきましょうか。平成23年7月22日、金曜日。意外と時間がかかった。でも、ようやく銀行のカードを預かったし、通帳がある場所も教えてもらった。 身の回りのことをやってあげると感謝してくる。笑える。そんな動けない体にしたのは私とあなたが一生懸命信仰している神話公共会だというのに。平成23年8月28日日曜日。長かった。陽子親子を介護して数ヶ月。本当に大変だった。でも、 それも今日で終わり。親子は薬ですっかり狂ってしまったし、まともな判断もできなくなっている。しかも、寝たきりの状態。近所にも助けを求めに行けないでしょうね。あとは私がセミナーでしばらく来られないと言って放置し、死ぬのを待つだけ。平成23年9月13日火曜日。よ子親子から解放されて、 だいぶ気が楽になったけど、信春のことをどうしていいか、わからなくなってきた。洋子たちが死んだら離婚して、さよならするのもいいんだけど、信春に保険をかけてどうにかしてしまうのが、一番安全かもね。とりあえずは、生かさず殺さずね。その前に洋子たちが死んだら、自殺に見せかけるためにもう一頑張りしないと。 三ヶ月くらい放置したら死んでるかしら。たまには見に行かないとね。人を殺したり、人を死に追い込むとは、どのような気持ちなのでしょうか。どう考えても、普通の人間の行動とは思えません。そんなにお金って大事でしょうかお金で幸せは買えないと言います。しかし、お金があれば幸せを逃がさないとも。 私にはお金より大事なものはいっぱいあると思います。お金のために人生を狂わせたくはないのです。お金というものは麻薬よりも強いドラッグなのではないでしょうか。お金にトリップしている人はたくさんいます。お金の魔力、快感に取り憑かれたらなかなか抜け出せません。その中毒性は 恐ろしいものです。人を殺すことにも何の躊躇もないのですから。しかも自殺に見せかけてまで恐ろしいことです。自殺に見せかける方法も日記に記されてありました。そしてこの頃から洋子さんの死と思われるものが明美の日記にも書かれるようになっていったのです。最初に詩が書かれたのは 10月15日のあの日です。